気を失っていたようだが、強い痛みで目が覚める。フロントガラスは割れており、至るところに破片が散らばっていた。隣に座る彼女はがっくりと頭を垂れて、名前を呼んでも返事をしてくれない。早く救急車を呼ばなければ。シートベルトを外して車から降りる。体中が重く、特に左腕は全く動いてくれない。静かすぎるトンネル内、足を引きずり出口に向かう。このまま延々と出られなかったらどうしようと恐怖したが、予想に反して外へ出ることができたので彼は安心した。幸いトンネルを出てすぐの場所に電話ボックスがあった。財布は持っていなかったが、緊急番号にお金がかからないことは知っている。扉を開けて中に入り、受話器を耳に当て119をプッシュ。早く早く出てくれ、祈る。その時、受話器の向こうから声がした。引き返せ。恐怖のあまり受話器から手を離してしまった。瞬間、後方からバンという大きな音がして、電話ボックス自体が揺れる。恐る恐る友人が振り返ると、そこには血だらけの女性が睨みつけていた。